バテが PSG 対談を発表。レアル、マドリー移籍が濃厚化。フランス代表 FW キリアン・エンバペが今季限りでのパリ、サンジェルマン、PSG、対談を発表した。2017年夏のモナコからの期限付き移籍を経て翌年に完全移籍で PSG 入りしたエンバペは、その後の7シーズンにわたってエースとして活躍。公式戦306試合に出場して255ゴールを挙げるなど、6度のリーグ、アン制覇を含む14のタイトル獲得に貢献してきた。しかし今年2月には、今シーズン限りで満了を迎える契約の延長オプションを行使しないことをクラブ側に通知したと複数メディアが報道。今夏のフリーでの対談が濃厚と見られてきた中、エンバペは10日に自身の SNS で、みんなに話したいことがある。字が来れば話すと常に言ってきた。だから今、みんなに伝えたい。今季がパリ、サンジェルマンでの僕のラストイヤーになる。契約を延長しない。日曜にはパルク、で、フランスでのラストゲームが待っている。と報告した。さらに25歳のストライカーは、多くの感情がある。ここに来て多くの経験をして、フランス最大で世界でも有数のクラブの一員としてプレーできたのは大きな栄誉だった。大きなプレッシャーとともに初めての経験を積み、偉大な選手たちとのプレーで選手としても成長できた。多くの人々と出会い、栄光そして過ちも経験しながら人としても成長できた、など感謝を伝えた。今季リーグ3試合とクープル、フランス決勝を残す PSG は、すでに12度目のリーグ、アン制覇が決定済み、今夏のレアル、マドリー移籍が濃厚と見られているエンバペは、12日に行われる第33節のトゥールーズ戦が PSG でのホームラストマッチとなる。ネット民の声。確定のビッグニュース来た。対談決定だから移籍先はまた詐欺の可能性あるぞ。個人的にはプレミアで見たかったな。マドリーに行くのか。リブアプールで見たかった。どこに行っても活躍するだろうね。やっとマクロンから解放されるのか。レアルのラリーが無双が始まりそうだな。306試合に出場して255得点はエグい。ムバッペ来たらレアル鬼強化で大変なことになりそう。ヴィニシウスと共演楽しみすぎる。レアル補強毎年エグいね。PSG 離れるのは嬉しいけどマドリーかーって感じ。マクロンフランスからの脱獄成功。マドリー1強すぎてさすがにつまらん。怪物が新天地で復活期待。エンバペが去った PSG やばいだろ。マジで南野のモナコ優勝ありえるぞ。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。